ね、さ夜この辺り水びちゃびちゃでしたよね。うん、単純に長満潮の兼ね合いかな。お魚さん跳ねてますからね。鳥も鳥放題ですよね。うん。なるほどな。めちゃくちゃ魚がピチャピチャ。水のもんみたいにプリプリ出とるのがあれ全部お魚でしょうね。ちょこっち側からも行けんことなさそうなので、ちょっとこっち側から回ってみようかな。よいしょ。じゃあ早速ね、デイ2もね、進めていきたいと思いますよ。言うてデイ1ってね、まだあそこしか行けてませんからね。よいしょ。とりあえずこの時間からだったら逆にちょうど暮れに朝で行けて、うまくと受けたりできるかなっていう時間にはなってますよね。とりあえず、料亭としてはでっかでかっ、これは8キロ近くはありますね。大物ですよね。うん、逃げてくわね。で、なんだったっけ、あ、そう、まずはね秋神山向かっていきたいと思います。今回ね、その宮島もね、単純に宮島行きたいねやってるのもあるんですけど、まあね、そのターミナル駅かどうかって言われたらね、いや鉄道のターミナルではないんでね、うん、優先順位は避けて先にね秋神山の方から行こうかなと思います。どっから渡れんだこれ。あ、そこから渡れるんや。この辺りがまだ海感あるな。で、なんだったっけ、あそこから渡れるなっていうのとね、それでね、まずはね秋神山行ってね、まあ秋神山はね今回の企画の中でも数少ない、すでに行っているターミナル駅ですからね。よいしょ。ではあるんですけどね、まあ言うてもう3年ぶり、2019年の10月なんですよね。前にその呉と江田島の方に、旅行に行った時に動画撮影してるんですけど、その時以来なのでだいぶね、変わってるかもしれません。ちょうどね、なんか病院の建設とかやってましたもんね。あの辺りどうなってるのか、ちょっと気になるんで、せっかくなんでね、まず秋神山行って、で、駅前でね、カニだ。うん、あ、やべえ。電車来た。ああ、これは間に合わねえ。糸崎始発で、あ、広島行きの普通ね。で、この時間だけ気をつけないとあかんのは、呉線経由なのか、山陽線経由なのかで、ね、変わってきますんでね。どうせなら呉はちょっと寄りたいですけどね。まあ、それだとあれだ、秋神山は、ちょうど伊勢神宮のね、分社があるっていうのはね、前に行った時に、ね、そこでお参りもさせてもらってるんで、久しぶりにね、まあやっぱね、三重県民たるものね、伊勢と聞いたらね、いかんとなというところでね、おめえじゃあ福知山行った時も行けよってね、言われそうですけど、ありましたもんね、全然、ちらっと話の隅にだけ出して、そのままずっと先の工程行ってましたけど、福知山っていうか、応援のところね。渡っちまおうかな。こっちの方が早いですね。よいしょ。で、そこがイリオンで、まあこんな位置合いですね。まあもちろん一番早いの方法は、広島までね新幹線で行くのが一番早いんですけど、そういったこともこもないですからね。よいしょ。そっか、この辺りは福山ナンバーなんだな。ずっと高架下ですけど、あとくね、案外すんなりストンと取れますね。大判焼きあるんや。大和の大判焼き。あれか、大和にかけてるのかな。まあもう言うて呉線があるぐらい呉に近いですからね。うん、で呉といえば大和っていうねところがありますからね。おむすびやあなたも気になるけどね、まだ開いてないね。朝の6時ですからね。さあ着きましたよ、朝の三原駅。なんか岡山と広島となんかやっぱ、同じ系譜を感じますよね、駅の作りが。よいしょ。そっか、ああ、そっか、交番カルでな。さあ、とりあえず、さすがに睡眠不足がたたってるんで、食欲がないというか、まあ、もう真夜中に食いましたしね。レンタカーね、レンタカー関係ね、乗り捨てっていうのもね、一つね、この手の旅ではワンチャンありな手ですからね。よいしょ。あ、目の前結構コースターホテルとかでっかいのもあるし、立派ですよね。すごいな。よいしょ。ちゃんと繁華街らしいね、通りみたいなのもありましたしね、夜もやってる店もありましたし、さあとりあえず改札通ってお土産街道は広島にもあるよね。今回ももうちょっと奥まで行くんでね、広島だとちょっとお土産を買うには早いのかな。とりあえずこっちは新幹線乗り場、こっちは新幹線か。48分、三原プリン、プリンが売りなんか。考えてみたらここから入りましたよね、行き。6時45分に呉線、山陽線が6時46分。ああ、岩国行きか。ああ、これになったらもう一発で行けるけど、まあ、せっかくだったら呉線で行こう。よし。あ、すいません、お願いします。ありがとうございます。さあ。まあここの方、切符を企画、青春18切符的にはデイ3ですね。9人度がだと変わりましたね。そっか、東海、今までずっと東海のところで押してもらってましたけど、亀山もギリ東海管轄ですかね。西日本だとちょっとやっぱ少し陰影が変わるのかな。あんまり関係ないかもしれませんけどね。よし。で、飲み物は確保しとこう。これからまた暑くなりますからね。あ、で結局快活クラブも、auPay で払ったんで、まだ現金ゼロでいけてますね。すごいもんですね。まあただ使ってるのは使ってるんでね、あと後々の請求怖いのは怖いですけど。さあ、ぽっかりかな。いや、ちょっと口の中すっきりさせたいな。家もにしよう。じゃじゃん、家もで呉線もどっちもこっちで待っとけんのか。よし、上の頃かな。単純に安芸亀山に行くことだけ考えたら、岩国から、通勤快速のこの五日市行きのつもたのは実は手っ取り早いんですけどね、安芸亀山に行くことだけに関して言うとね。まあ、ただ単純に、あっちに来て、呉に来てというね、かなり観光目的が含まれてますけどね。で、隣に泊まってるのは糸崎行きなんだ。42分ってことはまだ12分後やから、これまたしてもあれか。そうですね、これはまたしても一駅だけで終始するやつってことですね。でこれはレッドウィングなんですね。夜に乗ってきたやつはあれでしたもんね。313系じゃねえや、ね、あんまり系列詳しくないから私調べたのチロッと出とこうね。とりあえず列車来るまで待ちましょうか。あれエアコン動いてなかった。うわ。よし。